横浜から、奥多摩に向かってます。本日の目的地は、奥多摩港になります。天気がですね、ちょっと今週天気予報ずっと見てたんですが、結構土日の天気、特に土曜日の天気が2点3点して、昨日までは土曜日雨で、夜ぐらいから晴れて日曜日晴れみたいな予報だったんですが、今朝見てみたらなんとか曇りで、もう相当怪しい雲行きなんですけども、なんとか雨が降ってない状態だったので、まあいいかなと思って出発しました。一応雨がっぱを持ってきています。今八王子バイパスっていう道を走ってます。今時刻は2時ですね。2時7分。ここは滝山街道っていうところです。あれ JR のかな、なんか JR の駅っぽいのがありますね。なんだろう、何線だろうか、中央線、あそこがサマーランドですね。サマーランドの近く。あー山だ山、もうこんなとこで雨降ったらもう終わりだ。雨宿りする場所もない。路面が若干濡れてるんで雨が降ったのかもしれないですね。だからちょっとラインとかに乗ると危ないと思います。あとはまあリアタイヤ変えたばっかなんで、滑りやすいかな。ちょっとこんな雨になるとは。これ正面が多分奥多摩の山ですが、なんかまずそうな感じになってますよ。これはだからちょっと気をつけないと。はい、現在時刻は15時48分。さっきちょっと雨足が強まってきたのでどうしようかなと思って一旦コンビニで休憩してました。いやでも山の方は全然状況好転してない感じですね。やはりもう霞んでるというか煙ってるというか、あれは何なんだろうか。霧かな。ようこそ奥多摩、来ました。左折を指示されましたよ。本当大丈夫ここで。城山トンネル、ちょうどトンネルです。結構長いトンネルですね。トンネルを抜けると雨は勘弁してよね。街道かな。ずっとまっすぐ行ったら新宿着くんですかね。ロマンがあるな。さて奥多摩までは11分。奥多摩湖11分近い。結構標高あるのかなここ。
なんかあんまり登ってる感じはしないんですけどね。多少のアップダウンはあるんですけど、じゃあ濡れてる。ここは濡れてんのか。しかも結構危ないね。なんか早い急トロ来たな。濡れてる。びしょびしょだ。あ、ダムだ。あ、ダムだ。入れる。甲府というか、まず奥多摩抜けた時の山梨側に抜けた時に最初に出てくる駅、塩山駅を一旦の目標をナビでセットしてます。気温やっぱり10度ちょっとしかなさそうですね、この寒さ。あ、でもこっちは全然ずっと道乾いてて、いやいいなぁ。道の駅がある。ここは寄らないわけにいかないな。6キロ、丹波山、道の駅丹波山。うわぁ、素晴らしい、いい渓谷だ。あれ、今の車、すれ違った車、行き一緒だった車ですね。道の駅丹波山を出ました。塩山駅まで、49分50分で甲府の宿が取れたら、そこからさらにどれぐらいかな、15分か20分ぐらいでしょうか。いや、宿取れるかなっていうのを事前にもう調べていった方が良いのではっていう気もするんですが、まあそれも行き当たりばったりで行ってみるのもいいかなと思って。甲府50キロ、甲州32キロ。さて、うわーうわー怖い、なんだこれ、怖いぞこれは。鉄板だよ鉄板、怖っ。甲州市、あ、来ました、山梨県甲州市入りました。意外とまだアップダウンあるな。もう降りるだけかと思ったけど、さすがに1時間降りるだけってことはないのか。ずっと峠道アップダウンありって感じですかね。大菩薩ライン、昔サイクル野郎っていう漫画があって、そう、すごい昔ですけど、そのサイクル野郎で、まあ、自転車で
坊支店だ。自転車で日本一周する話なんですけど、なんか確か大菩薩峠を越えるのになんかすごい苦労というかドラマというかがあったと思うんですよね。もう覚えてないんですが、これ以上濡れないように。今甲府の東横インが取れました、6000円ぐらいですかね、一泊朝食付きです。で今19時なんで、どっかで食事して21時ぐらいにチェックインするっていう風にしました。